はい、ひとつき満札、清水です。今日はですね、安倍晋三ってなんでこんなに注目されるんだろう、そして、なんでこんなにずっと続くんだろうっていう、我らがひとつき満札で、ダントツの関心度を誇る、いや、嫌われ度を誇る安倍晋三、安倍晋三、安倍晋三、ああ、安倍晋三、2021年12月31日の大晦日の話題まで、安倍晋三っていうところなで、んでやね今日は安富さんと話をしていきたいと思います。ということで、いや、安倍晋三ってさ、まあ確かに最悪だと思うんです、私は。鉄板ですもうね。鉄板、鉄板。で、もう何が一番最悪かってね、世界時価総額ランキングというのを見たときにですよ、アップルが300兆円くらいなんですよ。で、トヨタはね、30兆円くらいなんですよ。まあそれが日本の1位と世界の1位の差なんですよ。ひどい。で、アベノミクスってさ、大企業ばかりを声太らせ、ね、労働者の給料を下げたっていうのが通説じゃないですか。ちゃうねん。大企業も、労働者も、すべてダメにした。これがアベノミクスですから。だからそういう意味ではもう本当に、最悪だなっていう、もう勘弁してよって。で、その次に、やっぱり嘘ついても OK、へっへーんっていうモラルハザードが、やっぱ真面目に仕事をする人のやる気を失わせる。ねえ、で、最近のさ、もう立憲民主のさ、体たらくぶり？批判ばっかりしてんじゃねえよ。どうせ批判ばっかりしても何も変わんねえんだろうっていうのに対してさ、ね、じゃあ提案型野党でとかって言ってるじゃないですか。あれさ、批判ばっかりしても意味ないだろう、批判ばっかりしてるってもよくなんねえだろうっていうのって、安倍晋三よりもひどいモラルハザードだと思うんですよ、私。そのマスよね。だってさ、悪いことしてるのを見てさ、お前それ悪いことしてるよっていうふうにさ、こう言うわけですよね。で、そういうのに対して、はあ、どうせあいつすっごい悪党やからさ、悪いことでしてて悪いことっていうふうに批判しても何も変わらへんねんで、それでお前悪いことしてるって批判すんのか、あははははって笑ってるやつって最悪やと思うんですよ。だから安倍晋三がもたらしたモラルハザードは嘘をつくことによって、嘘ついても大丈夫だよ、へへーんっていうことによって、嘘を嘘だと言っても意味ねえじゃんっていうやつが生まれ出したっていうですね。何これ。グロテスクにも程があるんですけど。ねえ、素晴らしい一年でしたね。素晴らしい一年でした。はい。いや、本当にもう、こんなに、まあ、でもね、私思ったんですよ。100年単位で見返したときに、日本人ってそんなに上等な民族だったっけっていうふうに。いや、そんなことはないですね、よ。でしょ？ってことは、アメリカに原爆落とされて80年ぐらい反省したけど、化けの皮剥がれたかって考えたら、まあ、そんなもんかっていうふうに反は。省してないって。まあそりゃそうだよっていうふうに言い出すと、あれだけど、俺だって反省してない理由がさ、岸信介、安倍晋三のおじいちゃん、あれがアメリカあとやみ、つをね、権力者に据えたんだからね。なあ、あかんわ、ほら。だから結局戦前は、俺森島先生がいたんだけど、森島先生というのは、安富さんの、先生です。師はい。匠の森島道夫という大経経済済学学者で者すでけすよ。ど、戦前の日本人はその天皇の巣で引っ張ったと、神輿を。で、戦後の日本人はアメリカの巣で引っ張った。その違いやって言ったことあるね。みこしが好きなんですね。とにかく誰かを担いでそれを引っ張るのが好きな。まあそれはわかる、すごく。みこしか。なんでみこしっ特て引にっやっぱり張るんそだろう。の、なんていうか、その戦後の右翼がさ、アメリカ様をこう担いで引っ張るっていうね、この体たらくがやっぱり、手たらくやったな。で、それがその3代続いて安倍晋三。もうなんかもう吹き出した、もう吹き出すぐらい辛い話ですよ、もう。で、挙句の果てに、維新が出てきて、批判ばっかりしてるやつ、べーけべーけ、どうせ批判なんかしてもダメなんだよ、とかって。
しかもそれが人気が出る。うん。なかなか強烈やな。これはまた同じ話になりませんかこれ。ええ何何？いつもと同じ話に。ならないならない。どういうこと？いつもと同じ話ってどういうこと？もうどうしようもないよねっていう話。かなりそうだ。いやもう安富さんはこらえ性がないんやから、もうまず本が売れる、人気を取るための秘訣をですね、喋りますよ私が。1、何度も同じ話をする。それに耐える。2、なるほど。ね、そういう大事なね、いつもと同じ話になるんちゃうかっていうふうに、言うけど、最後の大事な話は最後まで取っとく。この2パターン。これさえ、できれば、安富さんの本はですね、1000倍は売れる保証をしましょう。1000倍です。それ1000はす倍ごいな。そんなに悪影響があるのか。です。ああ、もう、安富さんが今言った2つを、もしできるのであれば、もう、そうですね、言い出しぐらいは買い取れる大富豪になるでしょう。間違いない。そうか。まあでもそれができたらやってるよね、最初からまあやってるんで、まあ、清水優子はいらなかったってことそうになそうる。そう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 。だからせめて10倍ぐらい目指そうよ、2人で。そうね。いや、同じ話、でも同じ話が今最近ダメじゃない。最近伸びないじゃないですか。同じ話でも？いや、同じ話っていうか、その、だから、こう、スパーンと行く感じのね、同じ話はできたことないから。そうね。たまたま。そうそうそう。だからそのスパーンっていかない方に行ってますよねっていう。いや、だから、スパーンと行かない方向に行きそうだったから、ちゃんと、修正しようと思ったのに、もんな5分ぐらいでギブアップしてさ、これあかんのちゃうとかって言うから、今せっかくちょっと戻そうとしてたところやったのに。でももうそれここに、そのさ、安倍晋三以来こうに、自民党のモラルハザードはすごくて、それに維新が輪をかけてってなってきてやね。で、立憲民主党も最低やねってなってきたらさ、ほらもう、しゃあないなっていう話で、終わってしまうじゃないですか。いや、終わらんよ。終わらん。どこに持っていくんですか、一体。いや、だから、それを最初から分かって喋ってないのがこの番組で、だいたい20分か30分ぐらいしたら落としどころをちゃんと考えてそっちに持っていくっていうふうにやってるのに、5分目ぐらいでいきなり、なんかいきなりそんな、起承転結って考えてるところで、起ってやったところで、なんか、ケツどうすんのとか言って、いや、今考えとんねみたいな感じや。初めて見た人、ポカーンですよ、これもう。あれ、なんか自民党批判とかしてるはず、なんか、あれ、何やったっけ、これみたいな、もじゃあまあ安倍晋三に関してはですう。ね、まあ一回すごい伸びたじゃないですか。伸びたよ。うちの鉄板アイドルですよ、もう、安倍は。ある意味。あれ、もしもし。はいはい、あれ。伸びたよ。で、その時の話はですね、単なるあれでしたよね、安倍晋三のその伝記というか、安倍晋三孤独な、何やったっけ、沈黙の仮面。沈黙の仮面、安倍晋三、愛に飢えた安倍少晋年は総理大臣独裁者になった。三。あれあれ。あれはすごい重要な本だったと思うんですよ。重要な本やね、あれは。あの話をね、やっぱりちょっときちんともう一回振り返ってみるとですね、その構造が明らかになるんじゃないかと思うんだけど。安倍晋三の話とかせんといてくれと言って起きてしまった。そうなん。そうなん。あれは野上忠興さんという人が書いたね、本ですけど。あの本を書いた人はさ、そういうタイトルつけてるということは、そういうことを考えて書いたってことなんですか？愛に飢えた少年は独裁者になった。まあ、この人、野上さんはものすごくもうお年なんで、まあ、なんか最後に我慢してたけど、書っかみたいな、そういう感じがあったね。ああ、
あ、そうかそうか、そのさ、記者番やってる間、総理ね、番ね。総理番やってる間はそんな悪口書いたら追い出されるもんね。うん、追い出される、追い出される。だからその間にたまりにたまったことを、もう終わりや、最後やから、もうええわ、書いたっそていう感じ。う、そういう感じはする。ああ、これ重要ですよね。私はなんかそういう本だなと思ったけどね。この間、あれ、畠山さんがさ、ジャーナリストの、選挙フリージャーナリストの畠山さんが、小川さんか、小川淳也あ、小川淳也ね。にインタビューをされて、で、その横浜市長選挙の時にさ、小川さんは応援に行ったんですよ、山中さん。で、その視聴者が売りに出されそうになってるって話を聞いてですね、これは本当に森友以上の問題ですって言って、で、山中さん、市長になったら必ずこの問題取り組んでください、ここでお約束してくださいみたいなことを言ったんですよ。で、結局それあっさり売り払われてしまったんで、その問題が問題になってですね、お母さん、あの時あんなこと言ったけど、どないなってんねんって言って、それについてですね、畠山さんが軽く質問されたら、それに答えられる立場にいませんっていうお返事だったんで。おお、素晴らしい、自民党っぽいね。で、畠山さんがですね、わかりますって言って、わ かりますって言って、でも、わかりますっていうのが最大限なんですよね、その。選挙の時にどこで言ってんけって突っ込んで突っ込み入れちゃうとですね、もうインタビューさせてもらえなくなっちゃうから、で、わかりますっていう一言でですね、なかなかの対応だったと思うんですけど、そういう制約がやっぱりどうしてもありますよね。で、その分かったことをきちんと書くとああなったって感じでね。なるほどね。で、そこでやっぱり予定されていたことっていうのがさ、結局その安倍さんっていうのは、私はだから悪意とかある人じゃないと思うんですよ。安倍晋三がね。安まあ倍なん晋三かが世界旧を滅館ぼしてや長。ろうと思ってさ、そうそう、世界を滅ぼしてやろうと思って、なんかものすごいものを抱えてですね、それをわかりやすく言えばヒトラーみたいにさ、全人類に復讐してやるみたいな、そういう無意識に駆動されて、ああいうことやってるというわけではないと思うんですよ。そこまでのものは持ってない。むしろ、それすらないっていうそれは怖いね。ところが、安倍晋三の真骨頂だと思うんですよね。何もない。しかし破壊は生む。悪意すらないみたいな。憎悪すらないみたいな。悪意も憎悪もさ、安倍晋三っていうようなステータスでいれば、悪意も憎悪も全て邪魔になるじゃないですか。なるほど。邪魔になる。無色透明のクラゲみたいに言ったらさ、ピューっていいとこに流れてくるに決まってるんやから。なるほど。無色透明のクラゲ。そう。必死で泳いでもいいこと何もないでしょ。だって、勝つに決まってねえからさ、ある意味いろんな条件を考えればね。自分の考えを消した方が、まあ、うまくいくと。だから、例えば分かりやすい、一番それが分かりやすいのは、その神戸製鋼で、に勤めてですね、鋼材の注文とかを間違えて、巨額の損害を会社に与えたり安倍晋し三なががら働いて働たいてい頃。る、そういうふうにして働いてた頃にですね、普通の人間だったらさ、そんなミスを犯したりしたら、下に流れていくじゃないですか。ところが、安倍晋三の場合はですね、その社員としてそこに埋もれていることを許してもらえずにですね、国会議員にされてしまうという。すごいね。普通の人間やったらさ、
その普通の人間やったらそうやって神戸製鋼とかに無理やりこねて入ったとしてもさ、なんか大水こいでこきまくったりしてたらさ、おい、いくらでも使えへんやつやなとか言ってこう、首になる。窓際に追いやられたりするわけですよ。首になったりとうか。ん。で、そのなんか鋼材間違えて注文したとか言ったら、もうとんでもない損害を与えるミスを犯してるんですよ。ゲロってるんですけど、そんなんしたらさ、やっぱあかんようになるでしょ？普通はな。そうならないためにはさ、やっぱりこう必死でもがいて、前に向かって泳がないとダメじゃないですか。だけど、その安倍さんみたいな地位にいる人間っていうのはさ、もう力を抜くとヒューッと総理大臣になるんですよ。で、力をぐーっと入れると神戸製鋼の社員でいられるなるほど。嫌みたいな。やな。普通と流れが逆でしょ。うん、流れは逆や。相当逆に働いとる。で、そうするとですね、何か自分の意思とかを持ったりしても、それはどうせ踏み潰されるんだし、で、自分の意思なんか持って頑張ったりしたら、どうせまたポカポカ押したりとかして、人に迷惑かけたりするだけやから、もう力を抜いて、ふわーっとこう流れたら、それでその方がいいわけですよね。自分を殺してる方がまあええと。で、まあ、例えばだからさ、結婚とかするにしても、結婚したい人とかが、この人いいなとか思ったりしたらいけないじゃないですえっと、安倍晋三が？か。というような地位にいる人は、あ、この人好き、大好き、この人と結婚しますとか言ったら、もうそれだけで大騒ぎになるじゃない。まあ、それが最近我々は目撃しましたよね。とある人で。はい。それは、眞子、小室圭、この二人。ああいうことになっちゃうじゃないですか、なっ一ちゃう子とか持っね。たら。まあ、一子とか持たへんかったらさ、ヒューっていくわけですよ。例えば、この間、愛子さまがね、成人して、最初にティアラを作ると、もう国民が困ってる時だからっていうので、叔母の黒田清子さんもかぶってたティアラを使っ借りた。るというふうになりましたが、あの方はですね、出雲大社かなんかにお嫁に行きはりましたよね。スムーズですよね。スムーズだね。それは国民が望む形でやったからやろ。だから眞子さまもさ、そういう感じだったらスムーズだったわけですよ。それがよりによって、なんか小室圭とか、母子家庭のなんか、なんわかけのわかもう、らんやしかつもなのんかなんもうわか、けのわからへんやつ、もうふざけんなーって。なって、あんな目に遭わされるんですよね。それは安倍さんにしても同じことですよね。できるだけ、力を抜いて、無色と思われて、クラゲみたいになると、ヒューとこう流れていくわけで、そういうトレーニングをこうずっと積んだ人にですね、そのなんか悪意とかさ、ないよね。ないね。多分桜を見る会にしてもさ、森友にしてもさ、なんか言おわれしるがまんま。わしわしとか、おしらんからそんなんっていう、もうどうでもいいねん、そんなんって。みんなやれ言うからやってなって、なんでそんなことで、これめちゃくちゃやっていかんねんって、もうすごい嫌やと思うんですけど。でも責任は取れーって、まあ取った方がええと思うだけからど。もう、もう、腹立ってしゃあないやと思うんですよ。で、そういうのがですね、国会の中でヤジを飛ばすみたいな。日九州。無様な顔で、日九州。唇の形がすごいなって、日給数って言った時の。麻生の口の曲がり方は真似ができるんですけど、あの安倍晋三の雰囲気だけは私も真似ができます。麻生唇はだなんけ、かね、なんかこう。唇はちょっとね、突き出した唇はちょっとすごいなと思って。いやー、すごいな、ほんと。すごいことだよ。です。そういう人物なわけですよね。で、そういうことで、
で、じゃな、で、それさ、例えばだからさ、田中角栄がね、総理大臣になったっていうのと、安倍晋三が総理大臣になったってなったら、こう、使う力が全然違うわけです。違うね。うん。だいぶ違う。田中角栄はなんかこう、ふーんみたいな感じのがあるけど、安倍晋三はなんかもう、こ悪意とか欲とかさ、もうそれ絶対にしないとなれないじゃないですか。うわーって感じで。やけど安倍晋三はなんか、みたいな感じね。お腹痛くなったんやけど、じゃあやめてください。またやりたいんやけど、そう、いいよ、みたいな、そういう。そういう感じ。で、その、で、あの本にやっぱその、そういうことの由来が分かるように書いてあったと思うんですよね。何しろ、ちっちゃい時にはですね、岸信介に、怖い顔をした岸信介に真っ暗闇の蔵に閉じ込められるという体験をしてですね。で、そのおじいちゃんの背中に乗って、馬になっていたら、乗っていたのは私だったのに、いつの間にか、のぼうに変わってしまう。岸信夫ね、要するに弟が生まれたから、やったーっていう、まあこれちょっと説明がいるんですけど、岸家に子供が生まれなかったんですよね、息子が。生まれなかったから、3人目の安倍晋三のことを次男で、岸信介が可愛がったわけですよ。で、そして、可愛がってて、わあ、おじいちゃん、僕のこと大好きなんだって勘違いしてたら、岸信介、の、いやいや、岸信、安倍信夫、当時は、生まれて、で、3人も男の子いたんやったら、わしに1人くれやっていうふうに言われて、岸信夫になったんですけど、今の、防衛大防衛臣大ね。臣、で、そしたら、もう、心臓、どうでもええわ。わし、こっちの方が大好きやからっていうふうに、ポイって扱われるっていう。で、しかも自分の弟であることは口が裂けても言ってはいけないっていう知らんぷりを通すんですね。すげえよな。ではそういうようなことを経てですね、そこでもしも強い意志とかを持ったりしたらさ、かなりやばいとなりますよね。かなりやばいし、なんて言ったらいいんだろうな、殺されかねない。下手すると。するとね。だからその状況でね、意思とか感情とかを保持しようとしたらね、やっぱりかなりダメージあると思うんですよね。だからそれが現れたのが、だから傘ですよね。傘ね。子供時代の傘。傘。あれもう読んだ時、震え上がったけどな、俺。なんか心臓ちゃんは、傘を持って、雨の日に傘を持って出かけていきました。で、そして、雨が止んだので帰ってきました。で、そしたら途中で、電柱とかに傘をぶつけまくって、ぐちゃぐちゃにして、帰ってきたんです。で、はそい、れ、傘みたいな。で、そんでボコボコになった傘を、はい、傘って渡してましたって。いや、まず、精神病院行けと。精神病院行けと。あれ、やばいよ。本当に。だからあれを経てですね、あれでともそのいい子にしているためにはですね、そのまま行ったらさ、その次なんかその辺の生き物とかに手を出したりとかしちゃうじゃないですか。で、マジやばい人になるでしょ。怖い話するから赤ちゃんもぐずっとはるわ。あれ、なんでそんな泣くの。おお、おかしいな。安倍が怖いって。ホラーだからね、だってこの話。正直。ホラーだから。よかったよかった。ちょっと笑ってる。いや、こそばして無理やり笑わせてるという それこはあんなかことん。してそれはあかん。それは禁断の手です。いやー。
で、うまあ、そういうことを経てですね、ん。なんていうか普通の人でいようと思ったら、うん。うん。やっぱりもう、消し去っていくしかないんじゃない？で、最後の最後にさ、う神戸製鋼をさ、んまあ、そもそも神戸製鋼も安倍晋三の意思で入ったじゃないよね。お父ちゃんが、ちょっとうちの息子預かってくうれっつって、お前じゃあ神戸製鋼入れっつって、まあ、そういうことで入ったわけでしょ。で、そこで意思とか出てないじゃないですか。ないね。で、次はさ、だから、次お前もう辞めてうちの処理の秘書ならやつって言われてさ、いや、お前の命令で働いてんのに何やねんって思うわね、そら。いや、だそかりゃら、こそうこなる。にいたいんやって、そこで意思を出したらですね、今度は全社を挙げて説得にかかられるわけですもう頼むから、引といてくれ、引といてくれっていうふうに。で、よ。それでもで、しゃあ分かっないた、じゃあ、から、しゃあない、やめるわって言ったら、バンザーイ、バンそうそう、万歳感ザーイっ謝ていうふうに言っで、て、新橋で、飲み、あの、かん、えっと、送迎会、え、そう、送おお、別会か。送別会で、安倍くんがやめるぞ、バンザーイ、バンザーイっていう、会を開かれるって、本を読んだときに、もうこれ、もう、いじめにもほどがあるやろって思ったけそれだから、そう、普通の人間がど。受ける圧力と逆に圧力がかかってるじゃない。で、その圧力ってね、ちょっと想像はつかないんだけど、結構すごいんやと思うんですよね。そうやろう、そら。怖いね。じゃそうやって、あそこの人はあそこにいるわけなのであって、で、それはね、だから結局、安倍晋三という存在は原因ではないと思うんですよ、やっぱり。このアベノミクスにしてもさ、この安倍政権の8年間によってですね、日本経済っていうか、日本社会っていうのは、まあ相当、まあ、もともともう完全にダメコースに入っていたとはいえ、なんとかそのね、民主党政権っていうのを作り出すぐらいに、なんとかしないといかないって、日本人は思ってたわけですけど、でも、その具体的になんとかする動きが始まったらですね、みんなもうビビってさ、え、こんなん無理みたいになって、こう、安倍政権に戻ったわけですけど、で、その、で、さっきのね、その、まず、まあ、いくらでも嘘をついていいよと。ごまかしていいんだと。ごまかしたもん勝ちなんだと。いくらでもむちゃくちゃ経営してもいいよ。日銀で全部支えるからみたいな全ね。部もう膨張していいからって。もうで、どんどんこれやっぱ株価支えてあげる。超低金利。これ共通してると思うんですよね。ある意味それはそのクラゲ的な生き方を日本人全体にお勧めしていたとも言えるわけです。無色透明なんて流されればちゃんと日本銀行でこうふわーっとこう持っていってあげるからみたいな怖いな。ね。ふわっと持って、でもじゃあふわっと持ってって、で、トヨタの時価総額400兆円とかやったらいいんやけど、漂ってるだけで大きくはならんかったな。え、そうなるわけないじなゃるん。わけねえからな。それはだから背後にさ、その岸信介以来のその権力構造がある人間はさ、それはクラゲみたいに漂ってりゃいい目に遭えるんだけどさ、普通の人間は必死でなんとかしないとなんともなりませんよ、そりゃ。そりゃそうだ。で、日本国民はみんな、なんとかならない、日本国民がですね、みんなこうなんとかしようと思ってもがけばなんとかなるんだけど。もうふわーっとなったら、そら、ふわーっとなるよね。ポカーン、不安、不安、終わりみたいな、そういう感じになってまう。まあ実際そうなってるからな。困ったね、本当に。まあだから、日本を滅ぼした一族とも言えるが、安倍晋三は能動的ではなかったっていうのが怖いところですよね。そうですね。だって能動的にやったのって、安倍昭恵に言われて、森友の土地とかね。まあ、あれも十分ひどいことだと思うよ。
だけどまあ、おお、日本を滅もうぼすいす。ません、お、どうしたの？事件が発生しておりま事件す。発生、事件発生。一時停止。というわけで、一時停止してですね、赤ちゃんのおむつ爆発事件を処理して、どこまで喋ってたかもうわからなくなってしまったんですけど、なんかね、確か安倍晋三が、ふわふわしてる、意思を持たない方がうまくいく。で、みんなそういうクラゲみたいな生き方をした方がいいよ、というふうに言い、大丈夫、大丈夫、日銀からね、お金すってあげるからって、ふわ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 して、でも結局それは、そういう地位、権利持ってる人しかダメ。でも結局成長しない。とか、なんかそんな話をしてたような気がするな。そうですね。でもその別に何もしないわけじゃないんですよ。必須と頑張ってるわけですよ。意思なくして頑張ってるわけですね。で、それがやっぱり現れたのが、その安倍晋三がさ、第一次安倍政権が成立した時のその所信表明演説だったと思うんです。もうなんでか知らんけど、福沢諭吉を引いてですね、その各人がですね、自分の持ち場で頑張らなければこの突破できませんみたいなこと。なんか一心独立し、一国独立すみたいなことが言いたかったのかなみたいなやつね。私はジャパンイズパックという本の最初にそれを引いてると思うんですけど、最初の方ジでャね、パンイズバックティッシュ。それの 3ページ目ぐらいに1回立ったかなんせ、ジャパンイズバックは最初の1ページ目は黒塗りの文書で特定秘密保護法をこう、なんか揶揄するというか、皮肉、批判するというですね、このユーモアに溢れておりますからね。で、それ実は文章があってですね、どっかに収録しようと思って、その入れるの忘れて、そのままどっか行ってます。どこ行ってもダメ。何書いたかわからなくなっちまって。ずっこけだよ。本当はね、それの、その黒塗りじゃないものをですね、その本のどっかに入れてるはずだったんですけど、流れてしまうな。どっか行ってます。どっか行ってもだ。入れるの忘れて。まあでも日本はな、まあこのふわふわした感じ。それの中で、でもそのふわふわしてると言ってもですね、ふわふわしてへんわってみんな思うかもしれないけど、自分の意思っていうのを消した上で、安倍さんはね、すごい頑張ってるんですよ、日々。めちゃくちゃ頑張ってるの。だから、なんか言われたらもう、切れるんですよ、すぐ。こんなに頑張ってんのに、ふざけんなっつって。こんな人に負けるわけにいかないとかさ、日教祭とかそういうなんかわけのわからんこと言うのはですね、なんでこんなに頑張ってるのにぐちゃぐちゃ言われていかんねん、ほんまにっていう。私はもう自分の人生をね、すべて投げ打ってこれやってるんだよ、みたいな。そういう感じがあると思うんですね。自分のことはすべて捨てて、この嫁はんに我慢して、こんな土に座ってるというのに、なんで文句言われていかんねんっていう、そういうですね、怒りがこもってると思うんですよね、あれ。だから、そのふわーってして何もしてないで寝てるんやったらまだいいんです。その方がまだマシやわ。寝てない、起きとんねん。めっちゃ頑張ってるんですよ。だから、それは麻生太郎のね、大蔵大臣辞める時のさ、記者会見のぶち切れね。どんなに大変だと思ってんだと。1年の2ヶ月も朝から晩まで何もせずに座ってていかんねえぞって言った。何怒ってんねん、このおじさんみ何たい怒ってんねん、このボケじじいっていう感じはするけど。な。まずはクラゲがないと無理ですよね、そんなまあ、こ無と。理だね。椅子とかあったら無理やん。そう、無理座っ無てりら無れり。へんやん。鼻くそほじくってしまいますよ、やっぱりね。いやー、それに俺やったらなんかこういろいろ余計なこと言いたくなるもん。そういうのもだなし。から、そう、余計なこと言っても何もいいことはないからさ。ふわーって、これはだから、やっぱふわーの、傾向は違うんだろうけど、やっぱ同じ麻生さんにしても、安倍さんにしてもね、吉田茂の孫だとかさ、岸信介の孫という人たちというのはですね、共通してるのは、やっぱりその自分の意思を放棄しているという。で、その分がですね、やっぱへの字の口にあられると思うんですよ。確どんかだに。け我慢してると思ってね、こらっていう。で、しかもその我慢は基本理解されないですからね。で、それで、その挙句の果てにさ、もうみんなから叩かれるというね。
とつきまうとつきまう、安倍晋三さえ叩いておけばですね、うん、再生回数が取れるっていう。素晴らしい、ありがとう安倍晋三。うん、そういうものにされるわけですよね。いや、うちのやり方はまだマシですよ。そう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 、いや、安倍晋三叩いたら再生回数伸びるんよなっていうふうに、なんかそういう不真面目な動機、割り切れてないところが辛いところでね。でもそういうふうな不真面目な動機でいながら、ちゃんと事実をもとにしつつ、うわーこの人かわいそうやなっていう一個人としても見るというですね、うん、まあ、かなり高度なことをしてるわけですけど、うん、ほとんどの人はですね、安倍晋三という存在を本気で叩けば日本は良くなるという、それだけではダメだよね。それだけでは、ね、それだったらだってさ、うん、代わりはいっぱいでもいるよね、うん、安倍晋三を落とせばさ、安倍2みたいなやつ出てくるだけでもさ、うん、まあ、大体もっと悪くなるよね。いやー、俺このまんま安倍晋三だけが悪者だというふうに葬ったらですね、安倍の頃が良かったなっていうことは受け合い、それはだから、ちょうどさ、アメリカがイラン戦争かな、うん、仕掛けた時かな、うん、いや違う、クエどっちだったかな、うん、どっちですか、アフガニスタンに侵攻した時です、はい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 、はい、うん、あの時にですね、あれ誰やったっけ、あの思想家、あれ名前忘れてもらった、フランスのボードリアルやったかな、誰やったっけ、違う、あれ湾岸戦争は起きないっていう、起きていない、起きなかったっていう、なんか 3連発で出した人、ボードリアル、それはボードリアルで合ってます、ジャンボードリアルです、湾岸戦争は起こらなかった、で、あ、でもボードリアルじゃなくてあっちの方かな、ウォーラーステインの方かな、あ、ちょっとなんか記憶は曖昧なんですけど、うん、どっちかやったんですけどね。え、でも湾岸戦争は起こらなかったを書いたのはボードリアル、ボードリアル、ね、うん、湾岸戦争じゃなくてアフガニスタンもやった気がするな、アフガニスタンの時にウォーラーシティが行ったんじゃなかったかな、はあ、とにかくもうそのね、うん、やがて私たちは、うん、リビアにカダフィがいたり、うん、イランにフセインがいた時代をね、うん、懐かしく思い出すようになるだろう、うん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 、なるほど、うん、それアフガン戦、あのアメリカのツインタワーがさ、うん、攻撃された時にね、うん、でクウェートとか、まあ、例えばサウジアラビアとかにしても、例えば中東の国家っていうのは結構その不安定なわけですとか、うんうんうん、そうね、で、うん、でそのある意味だからそのツインタワーのようなものなんてあってね、うん、アメリカが余計なことをすると、うん、その中東社会の秩序そのものが崩壊してしまう恐れがあってね、うんうんうん、でそうなってしまったらその今よりももっと大変なことになるよっていうことを予言したんですけど、うんうん、その中東社会そのものがですね、チンターのように崩壊してしまう恐れがある、うんうんうん、でそうなった時にはですね、アカダフィーさんとか出演さんとかいた頃よかったってなってたんですよ、思い出って違いないって、うん、言ったら言うたとおりになったんけみたいな感じでさ、もうなるほど、イスラム国とか出てきたもんなんかもうIS とかもう大変だからシュッシュッ使えねやんけみたいなことがあったじゃないですか、うん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 、どう考えてもさ、フセインとかおった方がマシやってなったんで、うん、交渉できるわけやからさ、まだ、うん、おい、ええ加減にせよって言えるんやけどさ、うん、もう言うとこないやんもう、うん、IS とかにさ、いい加減しろとか言ってると無駄じゃないですか、うん、確かに、あ、だからそういう事態を引き起こすんですけど、それはまあこれは非常にその極端にしてまあ悲劇的なケースですけどね、うんうんうん、もちろん安倍晋三を逮捕したからといってさ、そんな湾岸戦争とかアフガン戦争みたいな悲劇は引き起こさないと思うけど、うん、でも構造としては同じだよね、うんうん、その無秩序を引き起こしている原因は放置したままで出現している
モグラ問叩き題でとす思ね。われポンるコもポコのを、ポコポコポコ。そうそう、叩き潰すという力を加えてしまうとですね、事態は悪化するわけですよ。それは間違いない。で、まあ、それ、例えば、ガンディがね、イギリス国民に手紙を書いていてですね、で、ヒトラーがひどいと、それヒトラーは確かにひどいと、とんでもないと。でも、それヒトラーを倒すためにあなた方が、ね、暴力を行使したら、それはヒトラーよりもひどくなった時に初めて勝てるに過ぎないんだっていうふうに言ってですね、そんな勝利って言いますかっていう。で、結局だから、まあ、アメリカは原子爆弾を投下するっていう、日本にね、もうちょっと長引けば多分ドイツに使ったと思うんです使けっど、たね。イギリスとアメリカはですね、そのドイツにもう雨あられと爆弾を降らしてですね、ものすごい数の人を焼き殺したわけですけど、確かにだから残虐性においてドイツを上回りましたよね。で、その結果何が起きたかって言ったら、ドイツのヒトラーの代わりにスターリンと対峙することになるっていうですね、なんかこれ改善したんだみたいな状況が、そのヨーロッパの戦後のスタートだったんですけど、で、そういうことの持ってる恐ろしさっていうのは、やっぱりなんかもう貫徹してるんですよね。いや、貫徹してる、してる、本当にしてる。すさままあ、じいもっこととひでどすいよ。のが、だから日本ですよ。あ、中国、国民政府気に入らへんからって戦争仕掛けてさ、代わりに中国、毛沢東の指導する中華人民共和国出現させてどうすんねんっていうね。どうすんねんや、お前、蒋介石がおってさ、中華民国のお前やったらさ、今、ちゃんとお話できたんちゃうみたいなね。文革も起きんかったんちゃうんっていう。怖そしたらさ、中国で戦争しかけへんかったらさ、70年代の高度成長とかってのは40年代に起きちゃうんですよね。で、高度成長が起きたらさ、国民政府だって崩壊しないじゃない。日本だけ高度成長はないよね。ないでしょう、それは。中国と日本でタイアップして高度成長、ヨーロッパは戦争しとる。うわうわやんけみたいなね。そういうアジアのなんていう隆盛をですね、自ら叩き潰してしまったわけですよ、その国民政府気に入らんから、なんか満州のケチっぽけなですね、利権を脅かされるからって口切れてですね、あんなことしても。で、今や習近平にビビらされる事態になってるわけですけど、ぼーっとしてたらよかったわけです、ぼーっと。ね、おいで、あれやで、今度言い出しているのは、電磁パルスだとかって言うてるわけや。いい加減に学べよっていうね、だまからあ、ロックって学びきれ何んにもロッかっクったてそんら、な世界に崩意志壊。を持たずに、意志をちゃんと明確に持たずに頑張るとですね、大変なことになるんですよ。そうやったらぼーっとしてるほうがマシなわけ。もぐら叩きするようにやるぐらいだったら、まだぼーっとしてる方がええわな。もうね、本当つくづく私は40年代の、日本、30年代か40代の日本人がですね、ぼーっとしてたらよかったのにって。原爆落とされてぼーっと。ていうか、そもそも原爆落とされてないか、ぼーっとしてたら。落とされてないよな、ぼーっとしたら何も起きてへんって。だから、ヨーロッパで戦争始まって、第一次世界大戦の時の大儲けがもう一回起きただけです。まあ、日本が満州事変を起こさへんかったら、起きへんかったかもしれへんね、ヨーロッパの戦争はね。まあなあ、原因と結果の取り違えっていうのはね、難しいよね。例えば、自分の中の内的な意思をなしにさ、頑張るっていうことはね、怖いことなんですとても怖い。よ。まあ、それの代表が、やっぱ安倍晋三だと思うんだけどね。だってお金を稼ぐ仕事をするっていうのだって同じようなことになりますよ。お金がなくてとても不安であるというふうに思って、
でもその不安の源泉は何から来るんだろうっていうのを考えずにお金だけ稼いでもですね、これは何も解決しない意義ですからね。貯金の桁がどれだけ上がろうとも意味がないことなん事態で、悪化するだろうね、やっ事ぱ態り。は悪化する。なんか平田さんがさ、今日はぜひ清水さんに読んでほしい、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事があります。今日はこれでいきましょうって進めてきた、記事があってですね、なんやと思って、新年を迎えるのにコロナ禍の経済の中でね、どうやって経済的にね、うまくいくでしょうか、ね、それのためにはどうすればいいかみたいな、そういう、まあ簡単に言うとそういう記事ですよ。で、その時に、最初にね、あなたが持っている最初のお金の記憶は何ですか？その記憶をたどれば、あなたが持っているお金の問題がわかるでしょう。っていうふうに書いてあって、何のことなの？要するに自分が最初にお金っていうふうな子供の頃にね、あるお金の記憶に、今の自分のお金の問題が詰まってますよっていうふうに書いてある記事だったのよ。なんでそんな本がウォールストリートジャーナルに出てるんですか？日本も乗っとってん。破壊的やな、それ。いや、なんという恐ろしい記事を紹介するんだ、平田さんはって。ちなみにそれは元旦に公開しますから、皆さん楽しみにしておいてください。こんなことしてしまったら、もウォールストリートジャーナルの読者が読んだら、手に頼んでしう。まうんだ倒よ。れてしまう。でも、まあ、しょうがない。よし、じゃあ、俺のローズバッドやったら、ローズあバッと、ドやローズバーって。違うから。ローズバッドや、それ。で、それで、まあ、考えたんだよ。自分が子供の頃の最初のお金の記憶って何だろうと思ってさ。考えたら、私は、最初の記憶は自分が、まず父親に捨てられてるから、あんまりお小遣いとかもらった記憶がないのね。だから、最初の記憶は、自分で新聞配達をして稼いだお金。すごいですね。で、それを弟にお年玉をあげたっていう記憶なんいですよ。きなりたった2歳しか違わないのに、お年玉をくれ3歳、た。3歳、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 33歳。歳か。で、ってこもう3と、歳なんかもう40も過ぎたら誤差の範囲 まあそうで、で、それで、それで、ってことは、私は自分がどれだけお金を稼いでも、他人にお金をあげること、これが原型になってると。ほう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 。っていうふうに、こう読んで、ちょっともうなんて記事をそんな新年からお前は読ませるのかっていう、もう。で、そ れ、私もあれだよ、もう、いや、もう、ほんで。で、それでね、で、確かに、自分にお金を使うっていうことは私しない人なんですよ。で、他人にボン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 払う。それは喜びを感じると。だけなるほど、ど。自分は全然幸せを感じないわけですよ。なるほどね。ね、それだからね、こうやって金をばらまいていて、初めて私は受け入れられるに違いないみそうたいそう、そういうストーリーの中で生きてるからさ。な。こだれでから、金に金をばらまけへんかったら、もうどうせ捨てられるに違いそうないそうと。そう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 
だからそこの問題を改善しない限りはあなたはお金と幸せというのはリンクしないんですみたいな、そういうそとんころをな、なんで考そんえなましのょうっウォてーいル・う。ストリート・マージャーじゃないジャーナル撮ってて、僕はこれ、な、いや、ちょっとこれ、テロじゃないのって思ったんだけど。でも、全員に市民権を強制的に見せるってことですそうそうそう、か？もう市民権でお前ら見とけっていう動画なのかって思ったんだけどさ。まあ、他にもまあいろいろあったんだけど、私はそれすでごいですね、ね。大変新年からですね、考えさせられるね、まあこれは大晦日に撮ってるけども、動画になったんですが、まあ要するにですね、例えばお金がない、だから稼ごう、あるいは節約をしようっていうのはですね、非常にもぐらたたき的アプローチなんですよね、これは。なるほど、そうね。だ根源に戻らんといかんね。そう。で、根源に戻った上で改善しないとっていうのはね、まあそれはお金っていうのを持ってる持ってないっていうのが原因ではなくって、何か別の根源的原因だから、日いや、ほんま本そうやね。も安倍晋三は確かに問題だけども、原因ではなく結果であるっていう視点で考えなければ、もうね、現象ですよね、結そう果そうというそうそう、現象。現安倍象。晋三という現象が起きていて、まあ、症状でもいいよ。その症状を
そうですね、その多分熱出てるからっつってさ、解毒剤だと高いやん、そね、んな解熱そんな剤。感じ、そんな感じ、そんな感じ、ほんと。熱出てるということは、ちょっとなんか、ちょっと休まなあかんなと思います。そういうアプローチがいるのであってね。あるいは働き過ぎの職場にいるんだろうかとか、あるいは寝るときに寝冷えがするんじゃないだろうかとか、ね。ちょっと待って。お、なんやなんや、またなんか起きたんかい。危ない。ない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 。なんか赤ちゃんがちょっとおう腹ピーピーピーってなってて、ちょっとそれん。で本日は2回目の一時停止を行いましたが、まあ、そういうわけで、要するにですね、もぐら叩きのように、ね、しても、なんでもぐらが出てくるのかっていうのを考えない限りですね、社会の現象も自分の貯金もですね、幸せもままならんのやというふうに、思いましたね。ね、安倍晋三もよく考えてほしいな。もう食べも考えろと。自分がなんでこんなに口がふーんってなってしまうのか、よく考えてほしい。なんでに吸収とかって言ったり、お腹が痛くなったりするのか。考えてほしい原因よ、よ。原因を。人生1回しかないんだよ、安倍さん。もうまだあの人68やから、ほん今まから考にえや直せめばよ終わりりよすけんれば全か。てよし。ほんまに。で、安倍晋三が背負っている欺瞞というのはですね、欺瞞的構造というのは多くの日本人が持っている欺瞞的構造なんで、安倍集さん大が、成みたいなもんやね、あれはね。何？集集大。大成みたいなもんやな。だから、安倍晋三がもしですよ、自分の構造に気づいたらですね、最終的には貼り付けか火あぶりかっていう、自動的になるんですよ。このまんま、要するほに、ら、無理やわな、どうやって気づくんや。悪事を、こう、続けて、欺瞞を通して、最後、権力者じゃなくなって、豚箱に行くか、あ、俺はこういうことが原因でこんなに不幸だったんだ、みんなどう思うっていうふうに言った瞬間ですね、お前は人なんだって、そうでも、みんなが、お前だっていう風になって、この十字架に貼り付けられた上に毒キノコを口の中に突っ込まれて、火あぶりにされるというですね。で、100年後、彼、あの、1000年後ぐらいに、こういう人がいましたって教科書に書かれるという、そういうご推断のではないかと。もう絶対それも悪事を貫く以外ないやんね。まあそうなるんで、まあなんで、まあそれは置いといてですね、一旦置いといそうだよて。ね。ちょっと相談乗ってほしいな。ちょっと な。安倍君、どうだい？ちょっと安倍暇君。なさずに出てみないかい？ね、ちょっとの話を聞いてあげるよ。聞いてあげる、聞いてあ特げる。別に。しかし個さ、人そ的の、には、まクラゲあみたいな安倍晋三の次に出てきたのがさ、ね、まあ。石あれば道ありって言ってた菅義偉で、で、それを引きずり下ろしたら、あ、とりあえず私聞くことはできますみたいな岸田が出てきたって、なんかももうなんかね、もうあかんな。コントか、日本の政治は。ちゃんと、でも、すごい一貫してますよ一ね。貫してる、一貫論して理る。がね、こういうふうに考えると論理は一貫してるよね。ちゃんと、クラゲみたいにふわふわしてるだけだったら嫌やからっつって、石あれば道あり、菅義偉で出てきたら、もういいっつって引きずり下ろして、聞く力、聞く力、聞く力。ねえ。まあ、重要なのはですね、自分自身の人生、ね、そして自分自身の内面、そういう部分が、問題なわけですよ。一番はね、どんな、で、そこから変えていかない限り、社会というのはですね、変わっていかないです。人生も良くならないです。自分の人生を全く見ず、内面を見ずにですね、安倍さえ叩けばっていうのは、それは同じ欺瞞の構造に入り込んでるし、むしろ、あなたが権力者じゃない限り、どん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 貧しくなっていくだけですよ。なんいや、で、かなり苦しくなるよどんね。どん苦しくなっていくだけ。ね、そういう人生歩んでないかっていうことで、じゃあそこからどうやって抜け出せばいいのかというようなヒントとかも含めて、生きるための論語シリーズとか、うざさを生きるとかっていうのを、まあ届けておりまして、生きるための論語シリーズの動画はですね、今7個撮ってるんですけど、なんと元旦に1個撮るんですよ。なんてことでしょね、元旦の朝に。で、そして、取ったら値上げということなんで、まあ、ちなみに値上げ、元旦値上げするわけじゃなくって、銀行動いてへんからね。銀行動いてへんから。銀行開けて、いつ4だ？日ぐらいか。4 日ぐらいから動くのかな。まあなんかそれぐらいの週から値上げしますので、早く欲しい人はお早めにね、入金をしておいてくださいということで、まあ、最近は元旦に入れても元旦に振り込まれたりもしたりする場合はあるんですが、早めにねっていうのと、いやーもう生きるための日本シリーズは勝ったんだよ、複雑さを生きるも勝ったんだよっていう人はですね、ぜひ、清水友子にお年玉をください。
そんなわけで今日も読書。最後に、年末なんで、もしお時間がある方はですね、Amazon プライムで市民権を見ることをお勧めしますよ。市民権。とってもいい映画。やっぱり。ねえ、もう、ローズバード。ローズバードですね。はい。なわけで今日も読書、チャンネル登録といいね、よろしく。それでは。本当の人生を生きるための論語。立場にとらわれず、名を正し、自分の内なる声に従い、好きなことをしていける。そして、学習を通じて本当の成長を手に入れる。人生と社会に調和を生み出す人の生き方。それは、最先端の思想にも影響を与えています。これをもとに、あなたの人生の苦しみ、そして、本当の人生っていうのを一回考えてみるきっかけにしてみませんか？ぜひ、買ってみてください。それでは。